ですか。何か御用ですか。これくらい何でもありません。ちょっと日差しがきついだけで。あれはヘアメイクの上久保くん。なぜあの人はこの猛暑の中全力で猛ダッシュを。はあ、やっと落ち着いた。一本前の電車って聞いたから追いつくかギリギリだったぜ。出会った時から必要以上に元気な人だとは思っていましたが、この暑いのに息切れもなしとか、化け物ですかあなたは。それはな、加山先輩に売られたんだ、これ。どういうことですか？加山先輩、花井さんと飲み仲間らしいんだけどさ、この間の飲み比べで見事に負けて、で、俺がパシリに貸し出された。それは随分と横暴な。敗者は勝者の、後輩は先輩の奴隷。これが大人の社会ってやつさ。会社には雑用係としてちゃんと報酬が入る手続きは済んだらしいし、所詮俺はまだまだ戦力外の男。会社にとって何もデメリットがないってな。まあでもこれはこれで面白そうだし、お前らの手伝いもできるからな。ってことで2人ともよろしく。2週間なんてあっという間だろうけどさ。本当にそうだといいんですけど。大丈夫だって、みんなで力を合わせりゃ乗り切れる。上田さんはともかく、僕は上久保くんが心配です。え、なんすかそれ、ひどいぞマッキー。なんですかその呼び方、やめてください。いえ別に、そんな気にしないでもらって大丈夫なので。ほらマッキーが大丈夫って言ってるぞ。いや、その呼び方はちょっと。Thank you.
よし、3人とも十分涼んだみてえだし、そろそろ合宿の説明始めるぞ。お願いします。お前らも知っての通り、合宿の目的は映画の主役を最終決定することだ。監督はなかなか顔出せねえらしいが、情報は毎日共有してって、何日かは顔を出して最終日には必ず来ることになってる。そしてそこで一旦長かったオーディションは終了。候補には出演経験がないやつもいるし、最終日まで俺が役者の真髄をきっちり叩き込んでやる予定だからな。くれぐれもお手柔らかに。花井さんはかなりスパルタなので。仕事になると割と鬼ですよね。今なんて言った？何も言ってません。もちろん一度は持ち帰りますよ。スポンサーや関係各所との兼ね合いや他のスタッフの意見も聞くので。ただ最終決定権は監督だからな。まあ大体最終日には監督の中では決まってるだろうな。それを口に出すか出さないかはその時の監督次第だが。よし、じゃあ説明を続けるが、泊まりの合宿っつっても全員が全員スケジュール空くわけじゃねえしな。他の仕事抱えてるやつらはその都度抜けることになる。事前に申告してもらったところだと、この二人は特に外出が多いですね。出た。今回のお前らの役割だが、助手として全力で働いてもらう。ま、雑用係ってことだな。俺はもともとパシリ要員で回されてますし、やるからには全力で頑張ります。僕も仕事ですし頑張ります。うんうん、それでこそ牧野組が誇る足三連星だ。変な呼び方しないでください。ってわけで、お前らには雑用と同時に重要なミッションを与えようと思う。ああ、そりゃな、候補者たちの心情調査。心情調査？花井さんは説明が大雑把すぎるので、ここからは私が説明します。今回の脚本は心理描写も多く、さらに当て書きの部分も多いのです。そう、監督の意向でね。そのために演じる俳優本人の人となりや心の動きを可能な限り把握したいそうで、もちろん監督だけではなく脚本を書く私自身もだけれどね。てわけで、お前らは雑用しつつ各候補者たちの素を探ってほしい。ほう、
なんかそれスパイっぽいっすね。素人の僕たちには難しそうな。大丈夫、探ると言っても大げさに捉える必要はないよ。他の候補者への接し方を観察したり、軽く会話をする程度で十分だからね。そうそう、お前らの方が警戒もされねえだろうしな。まあ確かに、喋るだけでいいんなら簡単なミッションかもっす。ではこの件のメインは上久保君にお任せします。よろしくお願いします。え、ちょ、丸投げ？とりあえず千雪は一緒に頑張ろうな。どうして俺だと分かった？証拠は完璧に消したはず。完璧なんてこの世には存在しない。目に見えなくなっているだけでね。こんなはずじゃ。くそ、くそ。それは痛いでしょうが、アピールとしては有効でしょう。まず自分を見てもらわなければ何も始まらないわけですし。ああ、やっと証拠を見つけてくれたんだね。ありがとう。感謝するよ。感謝だと？そう、僕はね、ずっと待ってたんだ。僕を止めて捕らえられる人。さあ、最後の戦いだ、名探偵。早く僕を止めてくれ。そこまで。ありがとうございます。お疲れ様でした。ああ、暑いし喉乾いたな。ねえ上田ちゃん、熱中症にならないうちにさ、無理しないで休憩行かない？ここのカフェメニュー豊富でさ、キャンプ場併設の割に美味しいんだよ。心配してくれてありがとう。
けど今の俺にはお叱りよりも君と過ごす時間の方が大事でさ。はい、では一旦休憩入ります。あ、タイミングバッチリじゃん。休憩時間ならいいっしょ。ほら早く早く。あー、ちょっとセラさん、またこいつにちょっかい出してやめてくださいって言ったでしょ。神久保ちゃんってばほんとこの子を守る番犬みたいだよね。でもちょっとお茶するだけだし、そんなに吠えかからなくて大丈夫だよ。ってことで、じゃねー。いやいやいや、行かせませんよ。ほら、ちゆきだって困ってるじゃないですか。あれ？分かったってことは、一緒に休憩してくれる気になった？中期？なら、俺も一緒に。ほーら、神久保ちゃん、花井さんが呼んでるよ。絶対そいつに何もしないでくださいよ。絶対っすからね。何もって何かな。どんなこと想像しちゃってるわけ。いや、だから早く来てくれってろ。わかりました。今行きます。いってらっしゃい。さーて、番犬も去ったところで俺たちもデートと行きますか。結局敷地内のカフェか。まあ来ようって言ったのは俺だけど。でも君がお望みならキャンプ場を出てクラブかダーツバーに行くのも。上田ちゃんって真面目だよね。もうちょい肩の力抜きなって。お待たせしました。アイスのレモンティーとメロンソーダのホイップクリームトッピングです。ああ、メロンソーダの、俺で。そりゃ食べるよ、モデルも人間だし。やっぱ上田ちゃんは根っこから真面目ちゃんだね。
あはは、面白い。うん、別に上田ちゃんらしいなと思っただけ。甘いの我慢するモデルももちろんいるよ。けどそんなのずっと続けるのは辛いしね。こうして適度に息抜きしとかないと最後はヘトヘトになって全部パー。あれもこれもって自分に縛り入れっと、後で苦労するのは自分だからさ。俺にこらえ性がないだけってマネ君にはいつも言われてるけどね。この合宿もパパーッと終わらせて早く遊びに行きたいと思ってるし。それなら花からオーディションなんか受けなきゃよかったのにって。上田ちゃん分かりやすすぎ。さーて、それじゃ問題。俺がこのオーディションに参加してるのはどうしてでしょう。だからそんなに真面目になんなくていいって。ま、事務所経由で話が来てね。それで受けてみただけだよ。 OK?俺見てたらわかるっしょ。てか聞きたいのはむしろこっちだよ。役者としてステータスあるやつなんて余るほどたくさんいたはず。なのにほとんど演技経験もない俺がこうして最終まで残ってる。それってなんで？やっぱ話題性？あの人気ナンバーワンモデルが映画初主演ね、話題的には十分じゃない。まああとは単純に顔って線もあるけどさ。理由？知らないの？君はさ、本当に知らないの？その理由、スタッフなのに。今はそれで十分。
もうそんな時間？どうする？本当にサボっちゃう？それはちょっとやだな。せっかくここまで残ったのに。はいはいっと。よーし、そんじゃ今日のレッスンはここまで。片付け終わったやつから上がってよし。久々の休息が嬉しいんでしょう。誰がどう見ても花井さんのレッスンは厳しすぎますから。そっか、あれも愛の無知ってやつじゃねえの？あの人の場合は飴と鞭じゃなくて鞭ところにより一時飴ですから。あ、それはわかる。飴の確率 10% くらいだもんな。気持ちはわかるけどそこまで。あれも花井さんなりの愛情なので。それはちゃんと伝わってます。厳しいけど指導は的確で、素人目から見てもみんなが成長してんの分かります。それは受け取る候補者たちも懸命に努力しているからですよ。君たちも含めてね。なので今日は君たちも早めに上がって休むように。ここのところ頑張りすぎなので。ありがとうございます。上田ちゃん、ナイスなタイミングだ。これから時間あったりするか？なら、これから一緒に勉強がてらドラマの鑑賞会でもしねえか？おう。古いが、俺の原点になった作品だ。見れば絶対勉強になるぜ。いえ、実は私も今日が初めてで、前から見ろとは言われてたんですが。なのにこいつなかなか見やしねえ。だから特別に持ってきてやったってわけだ。しかし今から全部見るにはさすがに時間が。今日はお前もここに泊まりだろ。少しぐらい夜更かししたって大丈夫だって。夜更かしって子供じゃないんですから。なんか修学旅行みたいだな。しかしこのドラマからもう20年か。ほんと懐かしさがこみ上げてくるぜ。なぜこれの撮影現場で牧野監督と出会わなかったら今の俺は存在してねえもんな。つうわけで早速上映始めんぞ。
さーて、目見開いてよく見ろよ。少し古いが、現代でも通用するような隠れた名作だからよ。脚本の出来はどうなんですか？職業柄、一番そこが気になるので。安心しろ、栄一郎。お前なら、めちゃくちゃ親近感を覚えるはずだからよ。実は、この作品の脚本家はな、栄一郎の親父さんの弟子なんだよ。な、栄一郎。ああ、そういえば、パッケージの脚本の名前にうっすら見覚えがありますね。江原加奈子。そんな弟子がいると聞いたような、聞いてないような。なんだよ、その様子じゃ、お前も知らなかったのか？どうした上田ちゃん、口元なんか押さえて気分悪いか？ん？ああ、お嬢ちゃんは脚本家志望なんだからもちろん知ってるよな。そう、浅木誠二さんだ。久しぶりにその名前を聞いた気がしますね。最近はもう父を知らない世代が増えてきていますから。ん？何をだ？そういや、最初二世扱いされたくないっつって親父さんのことは伏せてペンネームで賞を取ったことあったよな。そうでしたね。そんなこともありました。若さゆえの意地ってやつですかね。ま、男なら誰しも自分の力で一旗あげてって気持ちはわかる。今のお前の活躍を見たら親父さんも喜ぶぜ。どうでしょう。父は脚本にはとにかく厳しい人だったので、きっと今も空の上から指摘の雨を降らせてると思いますよ。そりゃそうかもしれねえな。
おい、千雪！いどうしたじゃねえって。何度呼んでも気づかねえし。なんかあったのか？いや、お前が用意するっつってた脚立とガンマイク見当たんねえなと思ってさ。上田さん、少しいいかな？ええ、後で台本の10ページ目を候補者全員分コピーして。なんだ今日のあいつ。上田さん、先ほど花江さんに頼まれた候補者用のスポーツドリンクは？マジで大丈夫か？あっちにも飛んでったら。ページがバラバラですが、とりあえず集めて整理しましょう。よし、これで全部っと。あとは俺と牧野さんでやっとくから、お前は他の作業を片付けてこいよ。あの、上田さん、先ほど頼んだ台本のコピー、そろそろ必要なのでいただけますか？これは一体。10ページまでコピーではなく、10ページ目を候補者全員分と、そう頼んだはずだけれど。いえ、時間は限られているので、今日はこのままレッスンを続けるよう、花井さんと相談してみますが。上田さん、今日の君は少々、真剣さが欠けているように感じる。作業は牧野君たちに任せて、一度頭を冷やしてきてください。いいですね？
あれ、上田ちゃん、こんなとこで会うなんて運命を感じるね。あーいいねいいね、安定の塩対応、癖になっちゃいそうなんて。うん、ちょっと広いもの。そう、なんか見慣れないものがあるなって思って見てたんだよね。ずいぶん古い作品みたいだけど、誰かの私物かな。あれ、もしかして上田ちゃんの忘れ物？あの二人がね、なんでまたこんな昔のドラマを。ああそういうことね。でもなんで浅木先生まで。君、何か言いかけて止めたよね。なんか隠してるでしょ。俺にはただの古いドラマにしか見えないんだけど。そういう意味深な態度取られると逆に気になっちゃうな。ねえ、教えてくんない？君が何を隠してんのか。お、答えてくれる気になった感じ。ならせっかくだし、いろいろ聞いちゃおっと。できれば君のこともたっぷりね。だって上田ちゃん面白いからさ、俺的には興味津々だし。プリテンドトゥーラブか。これ牧野監督の作品なんだね。でもさ、監督の作品って言ったらそれこそ無数にあるわけじゃん。その中でもなんであえてこの作品？別に今作と同ジャンルでもないのに。恋愛ものだよねこれ。ってことはやっぱ花井さん、これに何か重要な意味があって持ってきたんじゃないの？
そういうことか。花江さんの過去話とか面白そう。最近の話はしなかったんだ。今回の映画の話とか合宿のこととか。そっか。ねえ、ところで上田ちゃんはさ、このドラマ見たことあんの？あ、その顔はビンゴかな。さすが脚本家志望。監督の作品は全チェック済みってことか。でもこれ初期の作品だし、クレジットも知らない人多いよね。音楽とか俳優とか、あ、主役、これってもしかして西島さんのお父さんか。この脚本の人なんか見たことない名前だね。実際見てどうだった？面白いの？このドラマ。秘密？10年以上も前の作品にネタバレも何もないと思うけど、そんな風に言われると気になるね。俺もマジで見てみよっかな。ね、これで最後にするからもう一個だけ質問させてくれない？そんな怒った顔しないでよ。もう遠回しはやめてはっきり聞くから。ぶっちゃけさ、このドラマの内容がオーディションに関わってくるってことじゃないの？だってわざわざ古いドラマ持ってきて合宿の責任者2人で見てたんでしょ？だから怪しいなーと思って探りを入れてたんだけど、違う？
どうして？なんだ、そういうこと。じゃあオーディションには全くの関係なしってことで。結局花井さんが武勇伝自慢したくて持ってきた DVD ってわけかな。俺ドヤ顔で深く疑って損したっつうか、めっちゃはずいねこれ。ありがとう。じゃあこの DVD 上田ちゃんから花井さんに返してくれる？それじゃあ今度は上田ちゃん自身への質問だけど、さっき言ったじゃん、君のこともたっぷり聞きたいって。今日のボンミス、あれなんか理由あるんでしょ？いうのって誰でもあることだし、あんまへこみすぎないで肩の力抜きなよ。その方が楽だしね。ってことで、これから一緒にちょっとキャンプ場の外出てみない？だって気分転換には思いっきり遊ぶのが一番っしょ？ね、何したい？何でもいいよ、君の一番したいこと。ちゃん、今度は絶対遊び行こうね。絶対だよ。それでどうだ花井君、候補者たちの見立ては？どの候補者も個性があって面白いですよ。それぞれ味があるけど、やっぱ現時点で言えば頭二つぐらい抜けてんのが西島君ですね。
彼の演技力は明らかに別格かと。それすっげえわかります。西島さんの演技って引き込まれるし、西島さん本人もすっげえかっこいいし、スタッフとしての視点で見ても彼は指示に素直に従ってくれますしね。その意味でも高評価です。なるほどな。送ってもらっていた映像を見る限りでも常に撮られている可能性を計算に入れた動きをしていた。では引き続き選考を進めてくれ。より実践的なレッスンも混ぜていい。わかりました。で、監督は？スポンサーとの会議があるからな。すぐに都内へとんぼ狩りだ。今後も顔出しはするつもりだが、最終日以外は短時間になるかと思う。ああ、スタッフには苦労をかけるが、こちらのことは任せたぞ。ああいう人たちは最初のうちはそれがメインの仕事みたいなもんだからな。俺たち役者には分からん世界だが、そもそも映画を一本撮れる環境を作らなければ映画そのものの制作ができなくなってしまうからね。あとその映画が無事撮影できても上映する映画館がなくちゃ本末転倒だしな。監督やプロデューサーはそういった土台作りに奔走するんだよ。気が遠くなりそうな世界っすね。でもそういう見えないところで頑張ってる牧野監督かっこいいよな。ま、合宿もあと半分残ってるし、そこで候補者たちがどんだけ伸びるか見ものだな。ええ、伸びしろのある候補者も多いし、最後で大化けする可能性もあるかと。じゃ、今日のミーティングはここまで。合宿も残り半分だからって気抜くなよ。特に新庄調査班の3人。あ、上田さん、今時間は取れるかな？ああ、そうか。急ぎじゃないので、それじゃあまた後で声をかけるよ。おや、こんばんは、上田さん。待ってください。
少し話をさせてくれないかい？君に聞きたいことと、それに話したいことがあるんだ。そんなに構える必要はないよ。叱責とかそういう話ではないから。私としてももう少しだけ様子を見るか迷ったのだけれど、あまりこういう状況が長引くのもお互いにとって良くないと思ってね。最近私を避けているね。何か事情があるのかい？私と顔を合わせたくない事情が。実はあのドラマ鑑賞会の翌日からずっと気になっていたんだよ。あれ以降君の様子がおかしい。あの時何かあったんじゃってね。講師としても君にこの仕事をお願いした者としても放ってはおけない。事情を聞かせてもらえないかな？江原加奈子さん。やっと顔を上げてくれたね。私もあのドラマのエンドロールを見て思い出したよ。父の弟子だった江原加奈子さん。彼女の本名が上田だったことを。それで思い当たった。君の様子がおかしくなったのはあの時からだったし。もう一度だけ言うよ。こじれる前に事情を聞かせてほしい。もし私に答えられることであれば君の悩みを解決できるかもしれない。なるほど、そういうことか。それで
私の父を自分の父と、私を実の兄かもしれないと。確かに師弟関係だった以上、つながりがあったのは間違いないね。行動を共にすることも多かっただろう。だけど、あのドラマと父は無関係だよ。プリテンド・トゥ・ラブの制作期間、そして放映された時期も含めて、私の父は日本にいなかった。父は脚本に関係するものは自らの目で確かめに行かないと納得しない人だったからね。時期を照らし合わせてみたけど、あのドラマの制作期間中はヨーロッパへ単身渡っていたはず。2年ほどは行っていたのではないかな。君の年齢から考えても、その可能性のある時期は日本にはいなかった。私の記憶が確かなら、日本を立つ前には師弟関係のようなものは解消していたと思うよ。君のお母さんに仕事の話が来るようになってきたからという理由で独り立ちということだろうね。そして日本に帰ってきた時にはドラマは放映も終わっていた。私の知る限り、それで間違いない。そういうことになるかな。君にとっては複雑なところだと思うけれど、どうしても自分のお父さんのことを知りたいなら、まだ望みはあると思う。あのドラマは牧野監督の作品。そして何の因果か、今回の合宿にはあのドラマとゆかりのある人たちが集まっている。なので、真実を知りたければ、彼らに近づいて積極的に探るのも悪くないと思う。とにかく話してくれて安心したよ。あのまま誤解が続いていたかと思うと、仕事どころではなかっただろうしね。いや、君の立場からすれば当然の疑念だったと思う。でも今度は何かあればすぐに相談してほしい。お父様の話でも脚本の話でも。もちろん脚本の話の方が私としては大歓迎だけれどね。